皆さんこんにちは未来へつなぐマンション管理へというお題で2020年合格目標の管理業務主任者マンション管理士の資格説明会始めていきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいではこちらですねお手元もしあの全国の学校で聞いてくださっている方はですねこちらレジュメの方が用意できるかと思います ご自宅でご覧になっている方もですねまああの、えー、まあプレンツアウトできればね、えー、あるいはできなくてもまあこういった形でですねでじめ移しながらね講義進めていきますのでまあその辺はね用意してくださればと思います。はい、それではですねまあちょっと時期的にですねまああの年末年始またいでるあるいは年始廃止の方が多いと思いますので、えーまあ、今回はいろんな方がね聞いてくださってると思います。というのは。 11月24日、えー、まあもし年が明けてたら、まあ、昨年なんですがね、えー、年内であれば今年の11月24日、えー、の日曜日にマンション管理士の試験がありましたそれから12月の1日ですね、えー、これまた日曜日なんですけれどもこれが管理業務主任者のね、えー、試験がありました。で、 発表が結構待たせてですね、えー、まあ1月になってから、まあ、ひょっとしたらまあ1月の発表が終わってるかもしれませんけれどもね、えー、まあその中でいろいろモヤモヤしてるところもありますので、まあ、えっとそのマンション管理士管理業務主任者の試験を受けてね、まあ ちょっと微妙なラインなので、どうしてもまあ2020年もう一回狙わなきゃいけないかなっていう方もね。結構聞いてくださってるとは思います。それから全くマンション管理について、その資格のこともまあ分かってないんですけれどもまあ2020年ねえまあ。 就職のこととか、それから今言ってる会社で取らされるというところもあったり。まあいろんな形で聞いてくださってるとは思います。ですので、まあ今回のね。ガイダンスはそのまあ、マンション管理士管理業務主任者その2つの資格の説明。それからまあ、現状ですね。まあ、どういう形になっているのか？それと。 なんだかんだ言いつつ、えー、やっぱり一番関心事だと思います。その管理業務、支援者、マンション管理士のね。まあ、試験のこと、まあ、この3つのことについてね。まお、あ、およそ話していきたいと思います。まあ、時間はそうですね。まあ、20分から30分と考えてくださいまあ。その間ね、お付き合いくださればと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではですね。その2つの資格ですね。まあ、レジュメの1ページ目こちらからね。順番に進めていきたいと思いますので、えー、官業完了。満完まあ、略してね、えー、管理。業務 の主任者が官業、えー、マンション管理士なんかね略しておりますが、まあ、それぞれまあ、どういう資格かっていうところがね。1ページ目にありますのでですね。まあ、どちらも管理業務主任者もマンション管理士もマンションの管理の資格ですね。えー、まあ、これは、えー、おおよそ差しがついていると思います。ただ、2つの名目を分けているのがまあ、どういう意味合いかっていうところなんですけれども、も、えー、管理業務主任者はですね。 この1行目のところにありますようにマンンション管理会社の一員としててマンンションの管理を担っている資格です。一方ですねマンション管理士はですね管理組合の立場に立ってその管理組合ここからですね直接助言や指導、えーまあ、その他援助などを行っていく資格なのでまあどちらもマンションの管理の資格っていえばその通りなんですが立ち位置が管理業務主任者は まあこれ実を言うとマンション管理会社、まあ、多くのマンションの管理組合は、まあ、自分らですすべき管理を管理理をを会社に、ね、委託をしております、まあ、そこで適正な形で管理組合から委託を受けた管理会社がです、ね、適正な管理をしていく上で、まあ、欠かせない業務がありますのでその重要な業務を担っていっているのがこの管理業務主任者だと思ってください。はいでですねで マンンション管理士の方は、まあ、もちろん多くのマンション管理組合が、えー、管理会社にね管理委託をしても、えー、いるんですけれどもまあ適切にできているかそれから、えー、管理組合そのものの意識、えーまあえー、それからまあ直接的なトラブルもあったりしますので、まあ、そういったところを管理組合からね、えー、まあ委託会社 に委託しているしていないえー、関わらず直接的にね。えー、まあ、助言指導などを行って、えー、行っていくっていうのがマンション管理士と考えてください。だから、図の立ち位置で言うと同じ1ページでね、えー、下の方にありますけれども。 マンンショ管管理士は管理は組合から直接ですね、でえー、管理業務主任者は委託を受けている管理業者のまあ一員とね、えー、という形でのまあ業務を行っていくというところでね、まあ、ちょっと立ち位置が違うんですが、まあ、いずれにせよまあマンションの管理のね、えー、まあプロになっていくというのがこの2つの資格ですね。はい、で現状はどういうい この2つのつ資格ですね、えー、こちらが2ページ目とか、まあ、将来性云々それからマンション管理士の、ねまあ、収入はという部分にあっていきますのとあとは3ページにですね時折このマンション管理士のね、まあ、現状なんかね、えー、マンション管理士に対してのアンケートの結果などがありますので、まあ、その辺参考にしてくださればと思います。あのーまあ、収入面ととか見るとですね まあ、あんまりイメージいいところがないんですけれどもざーっとですね、えー、将来に向けてのところなんかも話していきましょうかねはい2ページ目なんですが「官業満館の収入それからまあ将来性は」っていうところなんですがまず管理業務主任者の方ですねこちらはですね、えー、まあもちろんこれは管理業者として でやっっていくんだったらこの管理業務主任者というのは必要不可欠なところがありますので、えー、管理業者に、まあ、管理会社にね、まあ、従事してる以上は、まあ、ほぼほぼ100%の形でこの管理業務主任者と求められるでしょう。 かねはいまあ、不可欠な資格ではありますで、えーまあ、管理業者もですねピンからキリまでありまして、まあ、それこそまあ人数的に立ってる、まあ、これ実を言うと委託を受けている管理組合の数30組合に、まあ、少なくとも1名は いるんですねこの管理業務主任者、えー、ですから、まあ、多いような少ないようなイメージはあるんですけれどもまあ足りてるところは足りておりますそれから足りてないところは足りてませんまあいろいろな事情があって確かに30組合に人1名となるとなんとなく少ないような気がするんですがこの管理業界って結構人の行き来が多いんですよ。 あまあえー、言葉で言うと濁しましたがね、まあ、あの出入りが激しいんですよ。ですから、えー、管理業務主任者であってもね、えー、まあ、えー、これ。 移動がああってこれ足りりななくなるケースもありますそれから仕事なんですがこのちょっとまあマンションの管理っていうのは特殊なところがあって全てを請け負っていくわけじゃなくてまああの自分自身がまあえ自分の会社がマンション管理のね委託を受けたとしてもまあ下請け下請けっていう形でねいろんな業務をまあ外にまあえいわゆるアウトソーシングすることもありますので一挙に業務が広がって一挙に仕事が増えることがあるんですね。そうすると今までだったら、まあ 40組合から委託を受けていたんですが一挙にね、まあ、100200って委託を受けることがありますので急に足りなくなる可能性があるんですね。だから、えー、まあ 今現在足りてたとしてもね将来のことを考えるとどうしてもですねえこの管理業務主任者っていうのはまあえこれが欠けてくる可能性がありますので今は多くのマンション管理会社は従業者はほぼ全て管理業務主任者であれっていう形で進めているのが多いでしょうかね。だから使いい方とししててああまりよよろしくないんですけれどもまあある会会社社にっはねそのの人事効果 まあ要は査定ですねそれに使われるまあ管理業務主任者を持っていればね、えー、これはまあ査定上もまあちゃんとしていくっていう形で使われているところもありますまあいずれにせよ管理会社にね従事している以上はもうほぼほぼ100%取らなきゃいけないという立ち位置がこのマンション管理 のね、管理業務主任者だだと思ってくださいそれから、えーまあ、ここからねマンション管理業界に、まあ、従事しようというふうに考えてる方もね,ねその以前にねこの管理業務主任者の資格を取ってればもちろん就職上有利になってるのは、えー、当たり前ですからねまあ、えー、これは必形の問題だとは思っておいてくださいですね。はい えで、あのーまあ、持ってるとどうなるかっていうところなんですがもちろんこれ、先ほど言ったようにね、えー、まあ人事効果で使われることもありますそれから、えー、必然的にね、えー、この管理業務主任者っていうのは、それしかできない仕事があって、まあ、これはえ一番大きなところが管理組合と管理業者でね、えー、この管理委託契約を結ぶときに重要事項の説明ですね。 それから、えーとまあ、定期的に行う、えー、管理事務の報告というのはこの管理業務主任者しかすることができませんのでね、まあ、そうなってくると、えーまあえー、これも一時に集まったりするのでね、えーまあ、その点からもねあの管理業者においては欠かせないというふうには考えておいてください。それからマンション管理士なんですが、えーまあ、実を言うとマンション管理士も管理業務主任者もこの資格ができたのが、えー、っと今から遡って20年前。 2000年ですね。それから2001年からね、まあ施行されて、まあ試験もね、えー、まあ2020年の、えー、試験になりますとちょうど数えて20回目なんですね。だから20年前からの資格なんですが、比較的新しい資格であります。ただその時になぜ創設されたかっていうと、やはりマンションの管理に多い、えー、まあ管理の現場でまあいろんな問題点ができてたんですね。まあ一番大きかったのはマンションの管理が行き届かない一番要因としてはやはり 管理費の滞納の問題であったりそれから、えーまあ、委託を受けて預かってるそのマンションの管理費とかそれから終電積立金の、まあ、無駄遣いとかそれから、まあ、これはもう犯罪になりますからね横領。 のようなところから、ね、まあそういったところが多かったんですが20年経つとやはりサイクル早いですね、まあ、最近はまあ逆にマンションの管理の現場においてどういうところが問題点になってきているかっていうと、まあ、なんだかんだ言いつつこのマンションの管理においてそのマンションの高齢化ですねそのマンションの高齢化というのはまあいろいろな意味があって一つがマンションそのものがもう老朽化しているので一、まあ、つが今現在建て替えの時期を迎えているマンションが多数あります。 そそれからマンンションが高齢化してる、まあ、あのそうですね、昭和の40年代50年代にかけて分譲しているマンションがかなりあの老朽化というよりは住んでる要は、えー、マンションの住民の人たちが 高齢化になってるっていうのもありますねそうすると、えーまあ、自分自身で、まあ、高齢のまま住んでいて、えーまあ、それでもかなりの問題ができてくるんですが、えー、そうなってくると、まあ、外に、まあ、その一度分譲で買った、ね、マンションを、まあ、そのまま置いといて、まあ、外に、ねえー、出ていくっていうことで、まあ、あの空き家が出てきたり。 というようよなこともね、あのー、当初マンション管理士の20年前に、えー、まあ資格を作った時では想定できななかったような問題も多数起こってるんですね、えー、この高齢の問題であったりそれから高齢の問題がまあ多くなってくると空き家の問題が出てくるでしょうね。で、えー、空き家の問題これはまあ自分の資産としてあるんですけれどもそれが空いてるということで今度はいろんな活用ね、えー、まあ ここ数年出てきているのが、まあ、民泊として利用するよう、まあ、それ利用するのはいいんですけれどもそうなってくるとまたこれまたさまざまな問題点が出てきているので、まあ、マンション管理士ね、まあ、時代に合わせていろんなトラブルが出てきますので、まあ、それを直接的にね、えーまあえー、相談業務などを担っていこうということになりますと、まあ、ここから先もまあどん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 まあニーズは高まってくるというところは確かではありますかね。はい、マンンション管理士です からえー、それこそ、まあ、100年200年のねそういうスパンで見た時にはマンションがどうなるかなんてこれは想像もつきませんが少なくとも、えー、短いスパンでの10年20年30年40年50年のスパンの中でマンションが 減るっていうことはちょっと,と考えられませんのでね。そうなってくるとやはりマンション管理士のねまあ担う業務というのが非常に多くなってくるところがあります。えー、まあこれを生かす生かさないは置いといてね。まあ将来性というよりも、えー、管理業務主任者もマンション管理士も必要であり不可欠なまあ資格であるっていうところはありますのでね。えー、まあそういったところからね。まあせっかくこの、えー、まああのー、資格説明をね、えー、見ながらまあ。 2020年の、ねえー、ことを考えているんですからね、えー、まあそういったところもありますのでねあの有望を、えー、なあの観うは置いといてね、まあ、どうしてもさまざまなトラブルが生じると不可欠な資格であるっていうところは認識しておいてくださいそうすると、まあ、周りからね必要性に駆られるっていうところがね、まあ、そこからやはりこの資格ね、まあ、せっかくですから2020年目指しておきましょうというところです。はい えではやはり今回のやっぱり一番中心となるのはこの資格の試験のことなんですがそれはページでいうと4ページの方に進めていただいてレジュメですねえこちらにまあ数字で4番目としてですね「官業満館の資格はどんな資格はか」っていうまあ試験失礼しましたね試験かっていうところなんですがえ左。 管理業務主任者、ミニマンション管理士で比較しながら見ておきます。まあ、受験料云々感はいいんですけれども、まあ、試験の日時、これ例年、管理業務主任者の方が12月の第1の日曜日、ね、1回ですね。からマンション管理士は1週前で11月の最終日曜日です。ちなみに2020年に当てはめますと、管理業務主任者は、 12月の第1日曜日となりますと,、えー、と2020年は、まあ、ちょっとカレンダーの都合上一番遅くてね12月の6日ということとなります、はい、一方ですねマンション管理士の方は11月の最終日曜日なんで11月のね29日、まあ、どちらも日曜というところとなりますで、まあ、合格発表は1月ね年明けてのこととなりますはい 試験形式4択50問変わりません4択で50問ですね4つのうちからまあ正解になっているものはね何番かっていうような選ぶマークシート方式で選ぶものですまあ4択ですからねここ受験はしやすいところですでさらにですね あの管理業務主任者マンション管理士立ち位置は違うんですがマンションの管理っていうことで、まあ、ほぼほぼ同じような問題でね出題されますので、えー、管理業務主任者の試験に受かっていれば翌年以降マンション管理士の試験において5点の、ねまあ、免除がもらえます。まあ、逆にマンンション管管理理士のの試試験験を受かっていると翌年度以降業務主任者の、ね、試験で、えーまあ 5点免除がもらえているというまあその関連性もあるところですね。同じ形ですので、で、じゃどこが違うんですかってなってくるとやはりまあ一番大きいのは難易度でしょうね。管理業務主任者とマンション管理士まあどちらも4択なんです。で、まあ50問で4択でまあお,およそ合格ラインがですね30、4、5、6、7、8ぐらいに偏ってますかね、えー、っていうところなんで一番大きいのは管理業務主任者。 合格率がだいたい20% 21 22%今日21 22、ですか、ね、まあそれにしてもね5名に1人しか受かりませんからね、えー、厳しいんですがマンション管理者はもう少しっていうかかなり厳しくて、えー、合格率が大体いい789過去20年見てみるとね、えー、789%台ということとなります。でこの まあ、パーセンテージが1。2%違ってくるのはおそらく合格基準点のところにね。多数の人がいるので、まあ、1点違うことによってね。まあ、かなりま2。3%は違ってくるでしょうか、えー？マンション管理士で行ったとしてもね。789その辺の違いだと思います。意図して上げたり下げたりしているわけじゃなくてまあ、1点のどうしても4択になりますのでね、ね、えー、それでまあ50点でだいたい33、4567ぐらいのところになりますので。まあ、1。 2%3% ぐらいのね、狂いがいつもまあ出てくるところですただしおおよそのところで言うと管理業務主任者は21%前後ぐらいでしょうねそれで想定しているんだと思いますマンション管理士の方は7、8、9、まあ、その間取って8% とねまあ、これぐらいを中心に考えているんだと思います。まあ、これはずっと変わらないので2019 2 2 0 0年も、ねえー、変わることとはないと思い思ます、はい、これ2019年のところが空欄になっているのはまだですね合格の発表、えー、今現在ね、えー、んところはないのでね空欄になってます。で皆さんが見出しているのは、まあ、2020年ということになるとは思いますがね、まあ、それにつけても、えー、合格点合格基準点それから合格率は変わらないっていうところでしょうかね。はい でただ一つこの合格基準点合格率のところで一つね、えー、まあ、合格に向けての一つのヒントはまこ、あ、これは例年ずっととと変わらないといううろでしょうかね、えー、合格率を基準にしてるんですが一つポイントとして挙げるのは、えー、合格点見ますとね過去まあえー、10年で見てたところで管理業務主任者の方がまあ 例えばですね2010年度においては36点でしたっていうところなんですがずっと変わってないですよ。でこれさらにですねこの管理業務主義者さかのぼって確か20 2001年からの資格なんで2020年度はですね20年目となりましたがかつて最高に高かったのは38点ただこの38点というのはですね えー、一番最初の年なんでほとんど参考ないですねそれ以降はですねほぼほぼ33点から36点の間のレンジがものすごく小さいんですよ。 でマンション管理士の方はちょっと高めでですね、えー、これもまあ最高でいうと38点ですね、えー、ですはい、えー、何回かあったんですが、まあ、ここもレンジが非常にね、えー、狭くて若干高いんですかねマンション管理士の方がね、えー、まあそれにつけてもまあ間が34から5678のね、えー、それぐらいの4点5点のところでずっと推移しているのが現状ではありますところでですね定数で これ合格者を決めてるわけじゃなくて先ほど言ったように合格率で決めていくのでまあそれが逆に言うとまあ、管理業務支援者毎年20%前後のところで見るとそれがだいたい34、56という形になってるんですねマンション管理士も1点2点高めですけれどもね合格率のいところからまあ推測していったところがまあ点数になってるっていうところなんでねこれ一つは あの問題を明らかにね意図的に作ってるっていうところは認識しておいてくださいですね。えー、まあパーセンテージでいって問題簡単すぎると合格基準が40点ぐらいいってしまいますからね。から難しすぎると30点切るようなことがあります。そそうういうふうにはしてきませんお,おそらく簡単すぎると まあもしもし管理業務主任者の試験でいうとね20%のところがもしもし40点とかっていうのが超えてしまうとおそらく簡単すぎて一夜づけで受かるようなね試験になってしまうだろうというところですね。で一方30点切るような問題にまあしてしまうと難しすぎるので4択ですねいやですね、えー、ラッキーパンチがあったりそれからあるので、えーうんまあ、受かってしまっ 勉強生徒も受かってしまうっていうことが出てくるので大体35点ぐらいね基準にしてるっていうところです。ということは、えー、僕は50問のうち35点取らなきゃいけないっていうわけじゃなくてしっかりね10問以上落とせるっていうところを捉えるとね、えー、比較的ね、えー、まあ見えてくるところもありますのでね、まあ、そういう点でも見ておいてください。では中身についてなんですが、えー、これ5ページになりますが、えー、どういう。 資格のない、えー、からでどういう、まあ、問題が出てくるかっていうところなんですが必要な、ね、知識はやはりここでありりますやはりあのーまあ、マンションでのトラブルっていうのはこういうものが多いですよっていうのでねこの、まあ、グレーになってるところから見ますとですね居住者間の行為マナーをおめ巡るものまあそこで60%弱になってるんですねそれから建物の不具合にかかるものから管理の費用の負担にかかるものねこれまあ結局一番多いんですよ。 っていうところなんでこれが実を言うとそのまま試験出てくるんですね居住者間の行為マナーをめぐるものを最終的に解決するのは法律です法律系でだいたい6割出てくるんですねそれから建物の不具合まあ、ある程度の知識を持ってこなきゃいけないっていうことで建築の知識であったり設備の知識であったりするのがだいたい30%ぐらいで 費用の負担これも会計の知識ですね。これが大体1割ぐらいの形で試験出るっていうふうには考えておいてください。それが、えー、6ページになりますけれどもね。えー、これは、まあ、また管理業務審査左で、えー、右がマンション管理士で、まあ、例年、これ、まあ、決まっているわけじゃないんですが、おおよそ、まあ、法令で、まあ、30問。 ぐらい、まあ、6割ですねそれからまあ管理実務会計でまあ1割でしょうかねで建築設備として大体いい3割ねですから15問前後出てくるっていうのがマンンショ管管理士管理士業務所にしたこれもほとんど一緒なんですよ出題の比率もね。 っていうところが、やはりマッシンの管理っていうところとなります。まあ、こうなってくると先ほど言ったように、えー、別に満点取る必要はないのでね。35点まあ、7割ぐらいのところを取ろうとするとまあ、どっから取っていこうっていうのは、まあ策略もまえ、あ、戦略もね出てくるところではあります。はい、はいで具体的な法令って様々。 でそれこそマンション管理業を規制するねマンション管理適正化法から区分所有法民法などなどね結構多岐にわたってますこの試験、えー、マンション管理士も管理業務主任者も一番厄介なところは範囲が広すぎるっていうところね、えー、法令だけでも山ほど出てきてそしてプラスして 建築設備の知識ね、えー、これも3割ぐらい15問ぐらい出てきますさらにさらに、えー、仕分けとかね、えー、まあ帳簿付けなどのね、まあえー、これもね、えー、1割まあ大体5問ぐらい、えー、まあその管理実も合わせると1割ぐらい出てくるところなんでねこれが厄介なんでこの試験の一番、えー、まあ嫌なところは範囲がやたら広すぎて法令から建築設備からそれから会計まで出てくるっていうのここあんまりで見ませんまあそこが一番厄介なところなんですがまあ逆に に言うと受かるためっていうあうあまあまあままあこれもまあ先ほど言ったようにね、作戦などが出てくるっていうところ、まあこあこであま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 りまあ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 かあま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 あころまあであま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 でまあまあままあ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 ま だいたい比率が法令が6割それから実務会計が1割でそして建築設備が3割どこがマンション管理士管理業務士には違うんだなっていうところなんですがやはりその問題の質問で捉えとるところですねどちらかというとマンション管理士はですね管理組合から直接依頼を受けて相談に乗るのでその知識を使って また処理、まあ、こういうのはね、まあ、確かに4択なんですが少し思考を凝らしたような問題が、まあ、多く顕在されます。 一方管理業務主任者は管理業者が規制されている管理業者における業務を担っていくのでしっかり法律を守ってるか知識を持ってるかっていうことでまあ正確性が問われる、まあ、どちらかというと基本をしっかり、まあ、多少細かいところまでまあ切っていくのが管理業務主任者の方でそれを使った応用的なところが聞かれるのがマンション管理士というのがまあ大ざっぱなところなんですが近年の試験見ると、えー、これこそあの結局 相談業務といってもしっかり知識を持っとかなきゃいけないので管理業務主にマンション管理士の方もどちらかというと応用というよりもしっかりね、えーまあえー、知識を持ってるかっていうので、えー、そういう目線でちょっと変わってき,まきてますかね一方管理業務主任者は確かに規制を受けて守っていくっていう立場なんですがなんだかんだ言いつつですね、えー、管理組合の方から直接特にフロントマンのね、まあ、管理組合にまあ行ってですねいろんな、まあ、サポートするような 方の方がなんだかんだ相談を受けるんですね。管理業務主任者ですから、こちらの方が多少応用的な問題がなってきているので、あのあんまり昔ほど分かれてないので、管理業務、主任者、マンション管理士のね。問題非常に似てきてはおります。さらに言うと <laughs>。その下にね。参考としてね。まあ、宅建士との関係。まあ、おそらくこれ聞いてくださってる方の中にも宅建士えー。これをまあ。あ 受かかっっったたりり勉強経験があったりって知ってるんでしょうか同じ不動産といえば同じ不動産で宅建師の方もねマンションその対象のもの結構ありますのでまあ類似のものも結構あります非常に通ってきてるそれからまあここには触れておりませんがね賃貸不動産経営管理士ね、まあ、こういうまあ試験問題と非常に類似があっておそらく国土交通省管轄なので。 <laughs> この3つそれにつ先ほど踏まえたね、えー、賃貸不動産経営管理士なんかね、まあ、そういうところからですね、まあ、流用というわけじゃないんですが、まあ、例えば宅建市で取材されていたような問題がマンション管理士に、まあ、そのままとは言いませんけれどもね、えー、取材されたりっていうところそれから今までマンション管理士として取材されていたものが管理業務主任者と結構その辺がね、まあ、グローバルっていうわけじゃないんですけどねいろんな広い目面で出てきますのでもしもし <laughs>。 宅建師とか、まあそういった資格の勉強があったら、それはぜひぜひ使ってくださいというところですね。それからもう一つが、まあなんだかんだ言いつつ、まあ難易度の差はあれども管理業務支援者、マンション管理士、えー、50問4択で、しかも、えー、類似のもので、どん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 最近は近寄ってきておりますので、まあ一週間という間、 ま,さえー、まあ試験日ね違い、えーまあ、そこしかありませんけれどもこの2つのね試験、まあ、いっぺんに勉強して,よていこうというのももう彼一つの手ではありますね。えー、今までもってる知識を使いつつそしてマンションの管理の資格、まあ、試験日1週間しか、えー、ね、えー、間空いてませんので、まあ、一緒にね勉強していこうというのもね、えー、これも一つの目線だと思ってください。でおよそ、まあ、この試験 まあ資格とそれから試験の内容を分かっていただけたと思いますので、まあ、最後にねほんの少しだけですがレックはこういう講座を用意してますっていうのが、まあ、7ページから8ページにねかけてありますので、まあ、先ほど言ったように基本的にはこのレックの講座としてはですね、えー、これは7ページですね「官業満館」まあ、ダブル、えー、で、まあ、受かってもらいましょうっていうことで満館、えー、官,官,官業のねこのダブル合格コースというのを用意しております。それかららこういうういい方っししゃるでしょう いや、まあ、満館は置いといてもですとにかく会社の方から、えー、官業だけしっかり今年取ってくれ、えー、2020年を取ってくれということで、えー、管理業務主任ですね官業合格コースこれを用意しております。それからあの逆に言うと満館だけ取りたいっていう方も。 これはまあ10年に管理業務主任者をまあ合格してるっていう方も踏まえてまあ実を言うと満館試験受験される方のそうですね3割から4割ぐらいは実を言うと官業を受かっている方多いんです、ね、まあですからえまあ合わせてねえまあ管業の勉強をベースに満館 これで取りたいっていうことうさまざまなケースコースは用意しておりますのでねまずは一つ自分に合ったコースをね選んでいただければとはいうところですね。それから、えーま、これは2020年、ま、ちょっと特殊な年で、えー、あるんですがあの法令系でん、ま、だかんだ言いつつベースになるあの民法がですね2020年の 4月1日に新しく施行されて大きく変わっていくところがあります。で、それがまあ初めての試験がですね2020年ね、環、え、境、ー、も満館も同じなんですけれども、まあどちらにせよ十0も近くね出てくるまあ法律で大きく変わっていくんですね。そういうところね、えー、ですので、まあそういったところも踏まえてね、まあこういったね、えー、まあ。 予備校などをね使っていただければと思います。あの世間で言われているほど民法が大きく変わるってわけではありません。あの大きく変わったら世の中変わりますのでねえ、そこまではないんですけれども、まあ、試験っていうところを捉えると、まあ、どこをどういう風うにとか、まあ、勉強経験があったら余計えこう変わったなっていうところね、そういう情報なんかもね、まあ、えー、いろいろストレスにならないようにっていうんであればね、えー、まあぜひぜひ利用していただければというとね、まあ、そういう。 特殊な事情もね2020年には踏まえてあっておりますので、えー、まあそれも合わせてそれから、えー、東京大阪の、まあ、ちょっと一部の都市なんですけれどもねあのその下にですね、まあ、通学ゼミプラスってていうのも用意しておりますこれ実際に私なんか東京では担当するんですがね、えー、そういったものもありますので、まあ、その辺詳しいところはですね、えー、もしこれ全国の学校で聞いてくださっている方はね、えーそのまああ ねえー、その学校において、まあ、いろいろね、えー、聞いていただければと思いますしそれから、まあ、ご自宅で見てくださっている方はあのコールセンターなどありますので、まあ、いろいろね、えー、そういったところね、まあ、聞いた上でねこういう自分に、まあ、あ,のあったコースいろいろ用意しておりますのでその辺も踏まえてぜひぜひですね2020年の、えーまあ、合格を目指してね、えー、やっていただければと思いますのでねはい。 te えこの、ねえー、資格ガイダンスの方を聞いてくださってると思いますのでね、まあ、そう思ったら、ねえー、せっかく思った時ね2020年、えー、ぜひぜひ合格目指してね、えー、私と一緒に頑張っていただければと思いますので、はい、それでは、まあえー、今回の、ねえー、資格説明会は以上とさせていただきますまあ不明点などはね先ほど言ったようにね、えー、学校、うん、ないしはねコールセンターなどで聞いていただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、それでは、えー、2020年のの合格に向けての 官業満館のね、ガイダンスでした。えー、担当はレクセンニー講師、カメラでした。お疲れ様でした。